さんお疲れ様ですお疲れ様です実は WH のスウェードの靴買わせていただいてサイドゴアブーツサイドゴアブーツようやく届いたんですよめちゃくちゃよくてよかった毎日履きたいぐらい履き心地がいいですし周りの人からなんかスタイルよくなったねって言われるようになったんですよああ、嬉しいそれが狙い通りいや狙った以上のものが着ててよかったですそれで今日は改めて あまり詳しくないいい部分もあっっっててて<ー>ちょとと教えたただきたいなと思ってな思るほど Wh は、はい、シューズデザイナーの坪内宏さんという人と十何年前にたまたま一緒に仕事をする機会があって<ー>坪内さん昔から知ってたんで、はい、坪内さんの靴作りとかデザイン性とか、うん、センスとか。 すごい素敵な方な方んで、うん、今度ご飯行きましょうかみたいな話のところから、はい、ちょっと靴作れないですかね一緒にみたいな話をしたところああいいですねみたいな話になって<ー>で「星葉さんどんな靴が好きなんですか?」みたいなところで「いやいろんな世界の靴を履いてきましたと」と、うん、イギリスの靴も履いてきたしイタリアの靴も履いてきたし、はい、アメリカの靴ももちろん日本の靴も履いてきたしいろいろ履いてきたんですけどどうも自分の好きなものがなかなか最近出会わないと。 で世界にそれこそ出張に結構行くようになってどの国に行っても恥ずかしくないかっこいい靴が欲しいっていう、まあ、インターナショナルスタンダードというかグローバルスタンダードなデザインで,でさらに、まあ、日本人はあんまりスタイルがいい人がいないのでスタイルがよく見えるそこの2つのポイントっていうのは最初からなんかこだわりたいななんていう風な話をしたところ、はい、じゃあそのコンセプトでいきましょうかみたいなところになって<ー>、はい、とにかくかっこいい。 あとは履きやすくてスタイルアップスタイルがちょっとよく見えるというかだから極端に厚盛りにしてるわけじゃないんですけど4センチぐらいのソールをつけてかつ、まあ、世界各国に行くんで例えば僕だったらイタリア行くとかになった時に石畳みになったら滑りにくいとかっていうことで,<ー>でラバーソールにしましょうかとかっていうことだったりとかこれ一番最初の頃に作ったやつなんですけど。はい これは当時なかったんですよ全然で10年前ぐらいなんですけどちょうど今年で10周年なのかなで最初はもう本当に伊勢丹とかからスタートして<ー>もう本当に即数限定でしかやってなかったんですけどそれがあれよあれよという間にで厚みのあるこういうボリュームのあるソールっていうのは当時なくて、はい、新鮮だったっていうのもあってとてつもなく売れてでそこからどん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 ,どんこう少しずつ型を増やしていってっていう感じなんですよね。 でその次にこれを作ってもらったんですよね結構経ってから67年経ってからですかねこれサイドカーブーツなんですけどああ僕が貼ったやつですか、ね、はい<ー>でこれもヒールもちょっと高さがあってこれもビブラム社のソールを貼ってるんですけど、はい、この辺はちょっとヒールの形状というかソールの形状がちょっと違ってでこっちでも良かったんですけどちょっとカジュアルになりすぎるんで、うん、少しエレガントなものが欲しいと思ってちょっとピッチドヒールって言って,言って下に向かって細くなっていくヒールで でアッパーは綺麗なスウェードでエッグトーでトウの形も少しずつ変えてたりするんですけどあ,あ本当だこっちはちょっと丸っぽいやつなんですねはい、はい、ラウンドトウに近い感じででこっちはエレガントなエッグトーですねーはいでこれもものすごい今でもこれもベストセラーなんですけどいやこれは最高ですこの二つは超ベストセラーじゃないですか、ね、そっちもいいんですねはい、えー、今でもすごい売れてますねこれね<ー>ちょうど厚みのあるソールの靴っていうのが市場になくて本当に いろんなメーカーが、この後に追随して、世界のトップブランドが、割とダブルエチっぽい靴を。作り始めたという。まあ、おそらく、多分、僕らが、先駆けだと思います。パイオニアだ。はい。それはもう間違いないと思います、ね。すはい。こういうのもあるんですよ。これも僕の中のマイ定番なんです。これデニムの時はこっちです。ほとんど変わらないんですよ。本当、あ、サイドゴア。 サイドジップですこれは、はい、<ー>サイドジップでもうガンガン履きまくってこの辺ボロボロなんですけど、はい、その方がデニムにはかっこいいんですよなるほど、ね、味が出てる方がかっこいいこっちはちょっともうちょっとエレガントな感じでなるほどジャケットスタイルこっちはまあ同じブラックデニムでも革ジャンとか<ー>ライダースとかの時はもう大体これですっていうかほぼこれですこれ以外の靴履いてないですんなんか使い込んでる感じ出てますもんね、はい、そうですねで塔の形もちょっと丸いんですよねこっちの方が こっちはエレガントなんでちょっとアメリカっぽい感じというか<ー>、まあ、あのいろいろこだわって作ってはいるんですけどこれも履きやすくてスタイルがよく見えるというあ<ー>僕の定番中の定番ですね。いいすねといええばばここれでですす、まあ、といえばこの3足なんですけどね <laughs> そういうことなんですね、はい、なんですがここにきて、はい、実はです、ね、新しい新作を作ってもらいまして10周年を迎えるにあたって WH の革新的な部分というのを出したいなと思って。 で、でここのの間展示会で出したのがこれです。黒の、まあ、プレーントウなんですけどスウェードのーあ、スウェード。はい、<ー>外羽でのでもねこれすごいのが、はい、そこまで厚くはないんですよソウル今までみたいに逆に普通に戻ったみたいな感じなんですけどうん、うん、恐ろしく履きやすいんですよアンライニングって言ってライニング貼ってないんでめちゃめちゃ柔らかいんですよこんな感じです。あ<ー>でしかもソウルがこんななんですよ じゃあ、ね、歩きやすいってことだはい、ビブラム社のケープタウンっていうソールでとにかく超歩きやすいんですよでこれはもう絶対間違いなく履くだろうなと思ってすぐオーダーして、はい、でこれとあともう一つ今回はなんとスペシャルで別注してもらったのはこれですこれもね同じようなプレントにねパッと見は写真だとわかんないです多分、はい、だけどちょっと触ってみてくださいこれいいですか、はい、この違い。 めちちちちゃゃゃゃくく柔柔柔らかかかかいいんですよそう何ですすよこの柔らかさだからこれがねもう革新的で今回一番こだわったのはとにかくこれもそうこんななんですよ。別に壊し,壊してるわけじゃないんですけど靴です。フレキシビリティがあってアッパーはこれも同じフランスのアノネーシャなんですけどとてつもなく柔らかい、えー、そしてアンライニングなので一枚革の革でめちゃくちゃソフトまあソフトの履き心地というか。 履き心地もそれからこの皮もアッパーもめちゃめちゃ柔らかいんですよれいいだから素足で履いた時とかすっげえかっこいいんですよこれうわなのに形はしっかりしてるというねところを今回狙ったのがこの WH の最新作ですこれいいですねそうですこれ出張とかに履いてっても、はい、そんなかしこまらないところだったら全然大丈夫まあ普通に履いてても分かんないですよ多分普通の,<あ>あのプレートでスーツとかで履いてても分かんないです<あ>普通の人は。 最高じゃないでだからなんか例えば衝撃くこの吸収力とかあともう恐ろしく軽いんですねでクッション性に優れてるソールとか、まあ、とにかく歩く時のこのパフォーマンスっていうのをめちゃくちゃアップしてくれるんですよねなんですそうだからこれをね開発したので今回はこれはねちょっと<れ>僕のマイ定番になると思いますね。 これはいいですねめちゃめちゃやばいですこれもう久しぶりにもう僕もう感激してこれしか履くのやめようかなと思ってるぐらいで久しぶりにわあこれ別注なんですかこれ別注ですミニマルワードローブ別注ですねミニマルワードローブ別注で、はい、期間限定なんですこれはめちゃくちゃ格ちょっとい回入ってみましょうかお願いしますこれねこうするじゃないですかあこれはいいわ全然わかんないですね普通のドレスシューズに見えますしそう 柔らかいんですそれでいて柔らかいなってもういいとこ取りじゃないですかすごい出張の時疲れないですよこれ楽めちゃくちゃ楽これはもう僕の本当に久しぶりの大ヒットですねこれは絶対顔いいんですよ、ね、あとね小バもよく見るとそんなにそこまで張り出してないところもいいんですよねああ、うんとだそういう意味でもちょっとノーマルに寄ってるんですけどこれは大人の人にねたくさん履いていただきたいですねいやこれちょっと感動しました是非 はい、ちなみにおいくらぐらいなんですか。値段はね、六万円ぐらいです。六万円ぐらい。お、いいですね。もう間もなくなのかな、五月ぐらいから、確か。これから。そう、受注をすると思います。ワイドパンツとかかっこいいですよ。スーツはもちろんだけど、あと朝のパンツとか。朝のパンツ。うん、素足で履いてほしいですね。これね。れいいあえて、柔らかいんで。な、不良っぽいんですよ。あ、いいですね。 <laughs> それ言われると買いたくなっちゃう。な, <laughs> なこの、この抜け感が、シチリアの男の人とか、履きそうな感じですね。<ー>めちゃくちゃ履きやすいんで、ぜひ。わあ、ありがとうございます。ててはい。チェックします。はい。